動画は最後まで見て高評価しないと月に変わって食べちゃうぞ。今日は暇だしアプリゲームでもやろう。最近流行ってるママにゲーム隠されたでもやってみよう。ゲームって楽しいな。翌日あれないないない。ゲームがない。青鬼にゲーム隠された。ママにじゃなくて青鬼に。なんか怖そうなゲームだな。1日目、どこに隠されてるのかな。タンスとか怪しそうだな。開けてみよう。うわあ、青鬼だ。食べられちゃった。ゲームを見つけないと食べられるって怖すぎだろ。1日目、タンスは絶対開けちゃダメだからな。窓とか怪しいな。開けてみよう。あれないな。隣の部屋に行ってみるか。普通にあった。全然隠されてないじゃん。これじゃ青鬼が隠れてたじゃん。2日目、普通に見えちゃってるよ青鬼。誰がこれでカーテン開けるんだよ。でも逆に反対のカーテンが怪しいな。開けてみよう。あった。今日は勘が冴えてるな。これでクリアだって。青鬼出てきた。食べられちゃった。自ら出てくることもあんのかよ。2日目、じゃあどうすればいいんだろう。まずはタンスを開けてみよう。たけしがいた。ガタ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 震えてる。このたけしを使おう。まずはカーテンを開けて、そしてたけしを青鬼の近くに置く。青鬼が食べてる間にゲームゲットだ。たけしが犠牲になるなんてひどいゲームだな。3日目、普通にタンスの上にゲームがあるぞ。でもこれじゃ届かないや。何か台になるものないかな。このタンスの中には何もないや。隣の部屋に行ってみよう。青鬼がむき出しだよ。それでも隠れてるつもりなの。この引き出しを開けてみよう。台になるものあるかな。たけしかよ、どこに入ってんだよ。脚立とかないのか。仕方ない、このたけしを使おう。台になってもらって頭に乗って届いた。たけしはもう道具扱いだよ、かわいそうに。4日目、青鬼がタンスを守ってる。あそこにゲームが隠れてるのか。まずは引き出しを開けてみよう。ブルーベリーが出てきた。どう使えばいいんだろう。普通に渡してもどいてくれそうにないし。じゃあ転がしてみよう。あ、追いかけてどっか行ってくれた。よかった、これでタンスが開けれるよ。ゲーム機ゲットだって。たけしかよ、なんでたけしそっから出てくんだよ。じゃあゲーム機はどこだ。隣に行ってみよう。あ、青鬼がブルーベリーを拾ってる。その近くにゲーム機。これを取ろうとしたら食べられちゃった。タンスからずらしちゃダメだったのかよ。4日目、じゃあ普通にブルーベリーとか出さずに隣に行けばいいだけだったのか。なんなんだよこのゲームは。タンスからたけしじゃなくてゲーム機出すようにしとけよ。5日目、じいさんが座ってる。あの座布団の下が怪しいな。タンスを開けたら道具が出てくるかな。ママが出てきた。ゲームオーバーかい。なんで急にママにゲーム隠されたみたくなったんだよ。5日目、じゃあタンスを開けちゃダメなのか。隣に行ってみよう。また青にむき出しだよ。なんでそんな自信満々に隠れてる顔できてんだよ。じゃあこの引き出しを開けてみよう。あ、ブルーベリーだ。またこれを転がすのかな。転がしてみよう。あ、追いかけていった。あっちではどうなってるんだ。行ってみよう。青鬼がじいさんを食べちゃった。じいさんはいなくなったけど、今度は青鬼が邪魔だよと思ったらお腹いっぱいで倒れた。これで座布団ずらしてゲーム機ゲットだ。またクリアと思ったら青鬼が起き上がって食べられちゃった。ゲーム機を見つけたらクリアなんじゃないの。青鬼にゲーム隠された2もお楽しみにだって。これで1クリアかよ。どんな終わり方だよ。チャッ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